こんにちは。こんにちは。今日はですね、はい、こちらの、うん、イギリス海軍の、うん、ロイヤルネイビーですね、うん、の PCS カーゴパンツの紹介をしようと思います、うん、はい。ということで、はい、こちらの、PCS カーゴパンツの紹介なんですけど、うん、その PCS というのは、うん、アメリカ米軍でいうところの、うん、エコワックスですね、うんうん、あの重ね着システムなんですけど、うん、の、こちらはイギリス版という感じで、うん、はい。まあ、僕らも以前、PCS サーマルジャケットっていう、うんうん、イギリス軍のジャケットを紹介したことあったんですけど、数年前やったな、あの車中泊旅の、うん、真っ只中に途中でやったんですけど、うんうんうん、なのであのもう服がね、うん、その車中泊旅用の服着てたんで、うん、もういらん服着てたし、そうもうねこうパンツとか赤ちゃけてたりそうそうそう、あとあのこう服も染みについてたりめちゃみつぼらしい、めちゃめちゃ汚いんですけどしかもそれにサーマルジャケットそう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 、もう全然ねこうバランスもちぐはぐで、はい、でもなんかもう持っていってなかったんで、うんうん、でこの服紹介しようとか思ってそうそう紹介するやつだけ持っていってたんで、そうそうそう、そのコーデとかも何も考えてなかった、考えてなくて、はい、その旅中に着てた服にただ着たっていう、そう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 、服だけを紹介しよう思ってたんで、もうすごい残念な着こなしやった、はいまあ、そちらもあのよろしければ見てください見てほしくないような、はい、見てほしいようなという PCS なんですけど、うん、はい、それのパンツ版、はい、うん、まあ、こちらあの 3,4 年前ぐらいにこう一番こう取り沙汰されてたというか、うん、あなかなかよく耳にすることが多かった、うん、そうそうそう、なんか YouTube でもなんかアップされてたり、うん、そうそうそう、動画出してる人多かったよ、うん、なんか流行ってるなって感じだったな、うん、あとはあのセレクトショップでもなんかちらほら置かれてたり、うん、あったよな、うんうん、こうイギリスの国旗が入ったライセンスみたいな、その海軍、ロイヤルネイビーから正式に、あ、正式にライセンスもらったブランドっていう、そうそうそう、あ、見た目全く一緒やん、そうやね、なんかおってなったよな、なったなそしてあれなんかこのマークないんやろうとか、なんかそうそうそう、なんか違うけどでもロイヤルネイビーやな、そう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 そんなんがなんか置かれてました、ね、そうそうそう、なんか人気やったよな、だいぶ、うん、なんか履いてはった人も、うん、なんかそこそこ見たなぁと思う、いたいた、はい、うん、まあこのパンツのやっぱりアイデンティティと呼ばれるところが、うん、このカーゴポケットの、うん、この斜めに配置されたそう、はい、ここですね、なんといってもこれがかっこいいっていう、まあこれは後期の、これ後期なんですけど、まあ、前期はまっすぐなんですけどそう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 、はい、まあ、これがやっぱかっこいいよね、かっこいい、うん、もうこれがあるからやっぱ人気出たんかなっていうぐらいな、うん、まあ、どこかしらちょっとテック感があるというか、そうやな、やっぱ近代っていうこともあって、うん、そう、その近代ミリタリーになると、うん、なんか斜め斜めになりがちよな、なんかエクワックス、うん、そのゴアテックスのパーカーとかも、うんうん、なんかこう斜めに なったりとか、全体的に斜めな感じ、だからどこかしら近代感あり、そう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 、うん、これがもうなんか絶妙にかっこよくて、そうやね、履くとまたすんごいかっこいいな、これが、そう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 、あとこの紺なんですけど、うん、この絶妙な紺、うん、この結構ね僕らあの、うん、ワークパンツで紺とか履くんですけど、うん、全然色味違うよな、違う、やっぱ紺って言ってもこっちはやっぱりナス紺みたいな、うん、そう、なんか独特よな、独特、うん、これがやっぱりその人気の、うん、まあ、あの理由なんかなと思うんですけど、なんか作業着感になんかなりにくいよな、そう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 、でもこのパンツ受け付けへん人もいて、うん、その理由の一つが、うん、あのシルエットなんかなと、あーちょっとスッキリな、そう、うん、やっぱりねあの近代ミリタリーなんで、うん、結構形スッキリしてるんですよ、うんうんうん、なんかないその、ね、昔のパンツって結構太いの多いやん、あミリタリーパンツ、そうやな、うん、結構近代になるに従って細くなってくるという、うん、シュッとしてくる、うん、うん、だから大体これ履いてはる人も、うん、あのすっきり履いてはんのかな、そうやな、着こなしを見ると、そう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 、うんうん、ただあの僕はですね、うん、このパンツのその、うんうん、まあ、一番僕がこのパンツで、うん、この好きなとこですね、うん、があの、うん、このサイドのアジャスターなんですけど、うんうん、まあ、普通のサイドのアジャスターは、うん、あのまあ、こんな感じでボタンが、うん、2個ついてて、2、3個ついてて、うん、まあ、こう絞れるっていう、うんうん、
まあ、やと思うんですけど、数センチ調節できるっていう。そう、うん、まあこのパンツも一見そんな雰囲気あるんですけど、うん、これがちょっと他と違うとこというと、うん、これがですね、こう中にこうゴムがこう、うん、ぐんぐん伸びる、そう仕込まれてて、うん、でこう後ろがこんな感じでギャザーになってるっていうんですかね。はい。だこの最大伸ばした状態で、うん、このパンツやと一応表記が92なんですけど、うん、まあ、僕いつもだいたい80から84ぐらいを好んで履いてるんですけど、うんうん、なのでこの92とか言ったら相当のオーバーサイズで、うんうんうん、まあ、絶対買うことはないサイズなんですけど、うん、でもこれを、うん、まあ、こう絞ると、うん、だいたいサイズが80ぐらいなのかな、あのウエスト細くなって、うん、ほんであのよくオーバーサイズを履くと、うん、どっかにシワが寄るやん、くる、なんかこのシワどこに持ってこうみたいな、そう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 、うん、あのまあ、大体この横に持ってくると、うん、こうすっきりする、前がシワなくなってな、そうそうそう、うん、なんですけど、うん、やっぱりこの歩いてたりすると、うん、勝手に前に寄ってくるそうそうそう、どうしてもゴンゴンゴンってくるもん、そうどこに寄せようが、そう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 、結果的に前に寄ってくる、動き出すともうな意味なくなっちゃうもんな、そうどうしても前に寄るんで、そうそうそう、はい、でもこれやと、うん、そのこの後ろに、うん、まあ、こう横と後ろですね、うん、にこう全部たまるようになってて、そうそう、でなんかどこもシワ寄らんようになってるんですよ、そう、ね、だから前にこうなんか生地が来ないっていうな、そう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 、うん、なのでこの、うん、まあ、自分としてはだいたい10センチぐらいウエストサイズが大きくなってるんですけど、うん、もう全然ウエストジャストで履けるという、うん、そうベルトほんまいらんぐらいの感じのでそう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 、うん、はい、なので、うん、まあ、僕はこうやって、マックスで絞った状態で、うん、試着してベストな太さで買ったんで、だいたいネットとかでこのパンツ革を張る人は、うん、まあ、やっぱり自分もそうなんですけど、うん、まあ、自分やったら多分80か84、うん、買ったと思うんですけど、でもまあ僕はたまたまこれ店頭で買ったんで、うん、店頭でまあ84とかも試着して、うんうん、よりもこう絞ってこの90に履いた方が、うんうんうん、このウエストはちょうどやのに、うん、腿とか太くて、そうそう、うん、なんかちょうどよかったんで、こうびっくりしたな、びっくりした、でかすぎるかなと思いきや、うん、布の変なたまりもないのに太いっていう、そう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 まあその近代ミリタリーの弱点というか、うん、まあ自分にしてはなんですけど、うんうんうん、まあちょっと細いっていうのを、うんうん、まあこれでクリアしたっていう感じで、まあこうタックもついてるんで、うんうん、なんか結構バギーっぽく履けるんですよ、うん、そうやねんな、うん、これやっぱり店で履いてみんなわからんとこなんかな、でまたちょっと調べてみたんですけど、うん、まあ、このパンツ結構人気あるんで、うん、主力サイズっていうの、だいたい80から88くらいまでの間とかはまあもちろん欠品で、うん、でもこの92とかは余裕で、うん、売れ残ってて、ウエストだけで見るとなんかすんごいでかい気がして、そう92はでかいと思う、買わへんよな、うん、怖くて買えへん、そうそうそうでもこんななんか、うん、いつも84とか、うん、82とか履いてる僕が、うん、こうウエストちょうどで履けるっていう、そう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 、そう、それもそのこのパンツのやっぱりその面白いところかな、魅力やな、うん、他にはないところかなっていう、そうそうそう、はい、まあ後でちょっと履いてみるんですけど、うん、全然こうシワも寄らず、うんうんうん、まるでゴールデンサイズかのように履けるような嫌のにガバガバしないってほんまに奇跡のそうそうそうサイズ感で、当時やったら、うん、まあ、僕ロールアップして履いてたんですけど、うんうん、まあ、でも裾にドローコードついたりするんで、うん、まあ、今やったらこう絞ったりして、あそうやな、うん、というのが、うん、まあ、僕らがこれを紹介しようと思った、うん、一押しなポイントやな、はい、理由なんですけど、うんうん、はい、まあ、あとはあの、うん、惰性でちょっとディテールを他にもある、まあ、それが一番伝えたかったんで、うんうん、はい、まあ、あとはちょっと惰性でやるんですけどこんなとこもありますって、はい、まずこの、股のとこですね、うんうん、ここがちょっとあのこうガゼットつけたいみたいな、うん、こうなってるんですよ、うんうん、でもこれ1枚で、うん、あの何のためについてるのかなっていう、なんか一気補強のためかなと思って触った1枚でね、そうで、なんかプライミングパンツみたいにこう、うん、広げやすくするためかなと、うん、もうちょっと思ったんですけど、うん、でも真ん中縫い目入ってるな、まあ、あそう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 入ってたりして、うん、
なんでかな。なんかな。うん、で、まあでも実際にここに補強ついてるモデルもあったりして、個体差で、そうそうそう。はい。まあでもこれに関してはもう理由がわからない。わからない、うん。デザインなのっていうような。そう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 。ちょっと謎で。謎やな、うん。ただでも可愛さは出てるな。そう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 。可愛さはある。スルッとしてるより。うん。であともうこの各ボタンがパラシュートボタンになっているという、うん、あこれもいいな。そう、あのカナダグースのような、そう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 、イギリスによくあるような、そう、あのカナダ軍とかでもある、まあ、あるよな、なんかこれ可愛くていいよな、うん、なんか強度があって良さそう、そう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 、はい。ほんでまああとは、うん、この後ろは、ポケットは片一歩だけで、うん、であと、うん、この左ポケットのところには、うん、ジッパーポケットも中についてて、う、うんうん、はい、まあその貴重品とかは落としにくくできるという、うん、何気にいいポイント、そう、何気に嬉しいポイントやな。そうそうそう。でこちら後期がだいたい2015年くらいから、うん、で前期が1990年くらいから使用された感じなんですけど、でまあたまに個体で、2010年ぐらいでも後期が出てきたりとか、うん、そうそう、このな、そうそうそう、ポケット斜めの感じのやつとか、なんか割と謎な部分も多い。そうそうそう。まあこれミリタリーあるあるなんですけど、結構、うん、そうやな、そうなので、うん、まあ、まあざっくり2015年からと一応は言われてますね。そうやな、定義としては、そう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 、うん、でもまあ例外もたまにある、あるある、うん、はい。まあ、ミリタリーってそんな感じ、そうやな、ディティールもそうやな、あ、そう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 、うん、なんか一概には言えに、一概にないのもあるよって部分もあった、そう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 、なんかよくわからんのたまに、そう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 、1年だけこのディティールあんなとか、あ、そう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 、面白いとかやな、はい、っていう感じですね、うん、じゃあ着てみましょうか、はい、はい、ということで、はい、履いてみました、うん、はい、こんな感じで今日はピンクな感じで、はい、でまあ昔やってたみたいに、うん、このロールアップで、うん、まあ、最近はロールアップしてないんですけど、うんうん、はい、まあ、こんなに太いんですよね。結構あるよな、渡りが、うん、でも全然この、うん、まあ、タック以外シワがなくて、そうそうそう、はい、お尻もポコンってする感じでもないし、なんかケツも全然スッキリしてて、してるよな、うんうん、全然こうウエストでかいサイズ履いてる感なくて、うん、なんか普通にちょっと太めで履けるっていう、そうそうそう、むしろゴールデンちゃうぐらいの、あ、そうそうそう、なんかウエストの感じがめちゃめちゃちょうどよくてなあ、むっちゃいいな、そう、だからなんかこういう、うん、ちょっと大きいサイズで、うん、こう絞って履くのがやっぱり僕はおすすめかなと思って、うん、あ、裾を絞って、いや、このウエストウエストか、うんうんうん、はい、でまあちょっと紹介したんですけど、うん、はい、お品ポイントで、はい、一回ちょっとじゃあ裾、うん、ドロコードで絞ってみようか、うん、はい、ということで、はい、裾を絞ってみたんですけど、うん、はい、割と今こういう感じで履いてること方が多いかなと、うん、タポマして、はい、うん、まあなんかどっちでもいいと思うんですけど、はい、まあでもロールアップした方がやっぱり形は綺麗に、確かにな、うん、収まっていいかなと、うんうん、はい、ポケットがかっこいいな、ここな、そこがやっぱポイントやな、うん、まあ、だいぶちょっと、うん、なんかバギーっぽくなったんですけど、うんうん、はい、まあ、ロールアップすると割とすっきり履けるかなっていう、うん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 、はい、で今日のコーデは、ですね、うん、足元が、うん、まあ、いつも通りの、うん、バンズのオールドスクールですね、うん、はい、まあ、大体9割ぐらいはバンズ履いてますね、うん、バンズで落ち着くな、はい、うん、これ結構色珍しくて、珍しいな、なんか、ピンク紫みたいな、うんうんうん、はい、最近なんかすごい好きな色で、うん、はい、なんかめっちゃ可愛い、はい、好んで履いてます、うん、でそれに合わせて、うん、T シャツが同じ色合いじゃない、あ、そう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 、なかなかこの色で合わせられへんやろ、うん、ピンク系でなかなかよう見つけたな、なかなか売ってないと思う、なあ、うん、その柄は何なん、これがね、結構メッセージ性強くて、うん、米軍をサポートしろっていう米軍なもんね、はい、一応これその90年代のあ、へえ、ミリタリーのあれなんや、はい、あ、そう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 、ちょっとね、US って書いてある、飛行機、ここ、あ、ほんまやな、そう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 、イギリスのパンツ履いてんのにな、ち
ちょっとややこしいな。お前ちょっとねメッセージ性強い。メッセージ熱いな。この色なかなか拾えへんやろ。拾えへん。しかもこれとなんか同じやん。そうだからね最近ちょっと気に入ってて。高校のなんかちょっとナスコンっぽいのにも合うな、うん、結構合うやろ。合う合う。はい。でこれコーチジャケットで、うん、これね一見ね、うん、ちょっとあのアンチヒーローに見えるんですよ。見える。後ろが、ね、もな。そう、なんか反対っぽいやん。そうそう、一見スケーター系なんかなと思ったら。そう思わしといて、うん、これねあの、企業もので、企業これもあの US の80年代のやつなんですけど、うん、であのトラックのあ、はい、企業ですね。あ、そう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 、の企業もので、このスケーターにしか見えへん。見えへんやろ。でこの色自体、うん、コーチジャケットなくない。無印よな、茶色で。そう、この例えばこの80年代90年代とか、うん、まあ、70年代もそうか。せやな、もう茶色ってあんまないよ。エンジとかコンとかはな。そう、ありがち。あとこのタンタケも珍しいな。珍しい。そうだから結構ねこれストリートブランドかなって思わしといて。そうそうそう、僕そういうの好きで、うん、一見ストリートブランドに見える企業もの好きで。あー持ってらっしゃるね。そう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 、結構持っててこれも超気に入ってる。そう、絞らんくてもいいな。あーそうそうそう、いやでもねここ紐ついてるからには絞りたなるやん、うん、あ、まあ、まあ、そう、ちょっとタコみよう。ちょっと軽くだけおアイス程度に絞って、うん、はい、いいね。今度茶色いいな。そうやろ、うん、これ茶色かわいいやろ。かわいい。でこれバイオレントグラインドの、うん、はい、キャップですね。ハーコーな感じで。あ、ちょっとハーコーを入れて。ハードめな、はい、もうむしろこの色自体がハーコーや思うんそっちの方そう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 、そっちの方が目立ってんな、はい。でまあこのちょっとニッカポッカ感あるっていうか、うんうん、はい、をあえてこうバギーにしたっていうか、うんうん、そうそうそう、太めでもな、うん、スッキリして。でまあ、ちょっとこの履き方するといかつなるんで、うん、こうさっきみたいにロールアップすると、うん、まあ、結構可愛く履けるのかなと。そうやな、デッドやったらもうちょっとツヤ感が。あ、そう、デッドやともっと素材もパリッとしてるんで、うんうん、あのもっとしっかりした。そうやな、もっとなんか硬そうというか。そう、こんなテロンテロンにはならないんですけど、うん、これだいぶテロテロしてるね。あ、そう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 、まあ、僕らはどっちかっていうとこう馴染んだ感じ方が好きなんで、うん、まあ、だからまあ、デッドもあったんですけど、うんうん、まあ、こっちの割と使い込まれた方をなあ、うん、近代もんじゃないみたい。そう、この近代ものなんで、うん、結構デッド方が多いな。そうそう、新しいのな、うん、出てくるな。そう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 。じゃあの次パーボさん、はい、はい、ということで、はい、はい、私も着替えてみました。はい、はい、裾はそれ絞ったやんな。そうそう、ロールアップじゃなくてキュッと絞って。なんかこれ結構長いから、うん、なんか逆に絞るとこう内側に巻かれて、うん、そうそう、なんか普通の丈に見える。そうやね、だ長いけどな、な全然こうすらない感じで、違和感ね。そう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 、リーゴから見ても太いのがいい感じで、な、そうで、これ太いけど、うん、やっぱさっきも説明してたとこあったけど、うん、こうしわ寄せのたまりみたいなのが全然ないから、前に寄ってき、そうそうそう、ゴワゴワしないし、はい、シュッと履ける。あ、うん、じゃあのコーデのご説明、うん、ご説明を。下はバンズ、はい、のマシュマロで、やっぱり体育館シューズっぽさあるし、うん、ジャージとめっちゃ合う、ね、ちょっと運動感が強いな、ちょっと絶妙に合う。絶妙にまあ、あえてこの上の服はフランス軍の空軍のトレーニングジャージで、かっこいいよなやっぱり。そう、合わせていました。いいよな、あえてな、アディダスじゃないのがいいね。そう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 遠目で見るとな、ちょっとアディダスかなかなって一瞬見えるけど な, な、そうそう、これもめっちゃかっこいいよな。めっちゃかっこいいな。かっこいい。下上はニット帽で、はあ、はい、ちょっと合わせてみました。まあちょっとミリタリーっぽさを。そう、ここも、はあ、でもあれやな、ミリタリーミリタリー、一応全身ミリタリー一応そうやな、そうそうそう。でもなんかどれもそんなにミリタリーっぽさない感じやな。まあそうやな、なあ、どっちかっていうとトレーニング感方が、うん、そっちやな、出てる気はする。確かに、うん、運動っていう感じの、うん、そうそうそう、まあでもいいよな、いいよな、だからこう綺麗めじゃない感じでもなんかいいな、うん、かわいい、いいと思います。いいよな。ということで、はい、こちらの、こちらの、はい、はい、イギリス海軍
海軍ロイヤルネイビー、うん、後期ですね、後期ですね、のあの PCS カーゴパンツの紹介でした、うんうん、はい、まあ、これ先ほども、うん、あの言ったんですけど、うん、あのまあ、これ92サイズなんですけど、うん、は結構どの店でも割と余って売れ残って割と不人気なサイズ、はい、やけどむっちゃおすすめな、そう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 、いいな、まあ、僕も今ちょっと、うん、もう一個欲しくて、あの、うんうん、割とデッドなやつ、あもうちょっと紺がしっかりしたというか、あ、そう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 、シェアがある、うんうん、をちょっと狙ってましてそう、まあ、なんかどっかで安かったら買おうかなと思って、うん、お前やな、はい、でもそれぐらいむっちゃいいな、これそうめっちゃかっこいい、はい、うん、あの一度チェックされてみてはいかがでしょうか、うんうん、はい、はい、と以上です、はい、ご視聴ありがとうございました、ありがとうございました。Rage on that beat, going crazy.